ゆっくり飛行機チャンネル。珍しくカレー作りで大失敗しちゃったよ。いつも上手に作るのに珍しいわね。どうして失敗したんだ？今回新しいスパイスを使ったんだけど、ついいつもの癖でじっくりコトコト煮込んじゃったんだよね。本当は強火で短時間煮込んだ方が本来の風味が楽しめたということが後から分かったよ。じっくり煮込む方が美味しく調理できそうに思うけど、中にはそういう種類のものもあるのね。しかも結構高価なスパイスだったからショックも大きかったよ。もったいないことしたな。それは残念だったな。注意書きとかなかったのか？パッケージをよく見たらそう書いてあったよ。やっぱり先入観や思い込みは良くないね。慣れた手順と違っていると気づかない時もあるわよね。今回間違えたからきっと次は上手に作れるはずだぜ。そうだ、癖で手順を間違えたといえば今回はこの出来事を紹介しよう。というわけで、今回はアイレス航空8250便着陸失敗事故を紹介するぜ。アイレス航空ってどこの航空会社？アイレス航空はコロンビアの航空会社。現在はラタムグループに属するラタムコロンビア航空として運航されているわ。ラタムグループといえば、南米の航空会社がグループとなって運営している会社だな。アイレス航空は小型機を用いてコロンビア国内線やカリブ海の島々をつなぐ路線を運航。2009年には事業の拡大を狙ってジェット機を導入し、当時急成長していた会社だったわ。今回紹介する出来事が起こったのは2010年、同社の急成長真っ只中だった。文字通り、上昇気流に乗っていたアイレス航空に何が起こったんだろう。それでは前置きはほどほどに、経過の確認から始めていくぜ。お願いします。事故が起こったのは、2010年8月16日のこと。アイレス航空8250便はコロンビアの首都ボゴタにあるエルドラド国際空港を出発。目的地は同国内のサンアンドレス島、グスタボ、ロハス、ピニージャ国際空港だった。使用機材はボーイング737-700、事故のわずか5ヶ月前に購入したばかりの機体だった。かなり新しかったのね。しかし機体自体は2003年に製造され、他の航空会社で使用されていたものだった。操縦を担当していたのは当時43歳の機長、7600時間の総飛行経験があった。彼は2009年12月までボンバルディアが製造したターボプロップ機の操縦を担当。2010年1月から配置転換を経てジェット機での乗務を担当するようになった。機長は飛行経験も豊富だし、心配することはなさそうだ。副操縦士は当時25歳、1900時間の総飛行経験があった。彼は2006年に入社。彼も当初は小型機に乗務、2009年からジェット機の乗務を担当することになった。どちらも小型機からジェット機の乗務に抜擢された人物だったのね。そうだ、同機には乗員乗客を合わせて131名が搭乗していた。今回のフライトは午後9時30分頃に出発を予定していたが大きく遅延。ボゴタを離陸したのは定刻から約2時間半遅れた午前0時7分頃だった。この時間帯で2時間半の遅れはしんどいわね。深夜に離陸し、巡航高度3万6000フィート上空を目的地に向けて飛行していた。離陸から40分後に機長が気象レーダーを確認すると、赤い影が映し出されていた。赤い影は前方の天気が悪いことを意味しているね。そうだ、着陸が近づいていたため機長はアプローチブリーフィングを開始。その中で着陸は滑走路06への非精密侵入を予定していること。降下する空域の天気が悪い可能性が高いことについて、副操縦士と情報共有した。午前1時12分、機長は再び天気が悪いことについて発言した。前方に雲があるため予定していた経路を逸れて飛行していた。かなり天気が悪かったのね。午前1時25分に目的地への降下を開始。それから6分後に管制官に空港の状況を尋ねた。すると上空に雲があるものの、風は穏やかで視程にも問題ないことが告げられた。空港の天気は良かったんだね。しかしそれからわずか2分後、管制官から雷が観測されていると連絡があった。さらに機長は気象レーダーを見て嵐が空港に近づいていると発言した。みるみる天気が悪くなってきているわね。午前1時42分に着陸許可を受けたものの、管制官から大雨が降ってきたこと。さらに視程も大幅に低下してきたことの連絡があった。そのため乗員たちは着陸をやり直す際の手順を再確認。そして着陸許可から2分後には着陸準備を完了。そしてようやく雲の切れ目から滑走路の明かりを視認した。機長は自動操縦を解除し、雨の中見える明かりを頼りに侵入を続けていた。天気が悪い中でも、滑走路が見えていたのなら問題なさそうだ。コックピットにいた誰もが滑走路が見えれば安心だと思っていただろう。しかしこの後に状況は一変する。午前1時46分、違和感を覚えた副操縦士は機長、着陸できますかと発言。しかし機長はこれに反応せず、無視して着陸を続けた。
そして地上が迫ってくると副操縦士は機長、上昇してくださいと叫んだ。機長は操縦桿を引いて上昇を試みたものの、滑走路手前の地上に激突。強い衝撃を伴って横滑りし、そのまま空港の敷地内で停止した。滑走路が見えていたにもかかわらず、大きく手前で設置してしまったのね。乗っていた人たちは大丈夫だったのかな？大きな衝撃を受け多くの乗客たちが重軽傷を負った。さらに乗客のうち1名が胸部を強く打ち、もう1名が頭を強く打ち亡くなった。多くの乗客が1名を取り留めた一方、犠牲になってしまった人もいたのね。なぜ事故機は滑走路の大きく手前で設置してしまったんだろう。気象上の問題があったのか、はたまた別の問題が起こっていたのか。乗員たちは地面が近づくまで危険に気づいていなかったようだね。事故の調査を進めると、驚くべき原因が明らかになってきた。後半ではその理由についてお話ししていくぜ。お願いします。当初は落雷による影響で操縦ができなくなったものと報道されたそうだ。確かに当時の天候からすると、そう考えても不思議じゃなさそうだ。でも今までたくさんの事故を取り上げたけど、落雷なんて聞いたことないわね。確かにそうだな。しかし実際に落雷による影響が事故につながった事例も存在する。それはランサ航空508便墜落事故、南米のペルーで起こった出来事だった。実例があったのか。この事故が起こったのは1971年のことだった。今回の事故から約40年前、相当古い事故だったのね。その事故以降、正式に落雷が原因だと認定される事故は起こっていないそう。それなら今回の事故も落雷は関係なさそうだね。その線が濃厚だが、完全に断定はできないため落雷の影響が調査された。事故現場では雷が観測されていたから、可能性はゼロではないわね。だが調査の結果、残骸から落雷の痕跡は見つからず影響はなかったと断定された。それ以外に考えられたのは風の影響だ。だが当時空港では着陸機に対して向かい風が吹いていたものの、急降下に至らしめるような地面に向けて垂直に吹く気流は観測されていなかった。雷でも風でもない。となると、雨の影響はどうだったんだろう。そういえば、雷雨や雨粒の影響で空港の視程が低下していたのよね。そうだ、実際に視程は低下しており途中まで滑走路が見えていなかった。逆に言えば、途中から滑走路が見えるようになっていたんだ。その通り、機長は決心高度で滑走路が見えていることを発言していた。にもかかわらず、大きく手前で地面に設置したのが本当に不思議だわ。そこで事故機の降下パスを調べると、侵入を通して高度が低すぎたことが判明した。なぜ適切な降下パスを保つことができなかったんだろう。今回は ILS を利用する精密侵入ではなく、非精密侵入を実施していた。その際、降下に使用していた自動操縦のモードは垂直速度モードだった。降下率を指定して飛行するモードだね。滑走路が見えていない状況じゃ、滑走路に対して適切な高度を飛行しているか判断するのが難しいわね。さらにメーカーは侵入時の降下速度を、最大で毎分900フィートと規定していた。しかし、事故機の降下速度は毎分1000フィートを超える降下速度だったそう。規定を上回る降下速度だったのね。そう、そのため降下パスはどんどん下にずれていった。でも滑走路が見えてきた時には、低すぎることを認識できたんじゃないかな。確かにそうだ、なぜ機長や副操縦士は低すぎることを認識できていなかったのか。それにはいくつかの要因があった、まずは機長の経歴に関係するものだ。機長の経歴に関係があったって、どういうことかしら。彼は長年、小型ターボプロップ機の操縦を担当していた。そういった機体の操縦では、滑走路端を狙って着陸するのが一般的な手順だった。しかし、ジェット機では設置の目安となるマーキングを狙って着陸する必要がある。なるほど、機種移行して間もない機長は小型機の手順に慣れていたのね。そうだ、機長はかつての癖で滑走路端を狙って降下したため適切な降下パスを下に逸脱。そのため低すぎることを認識しながらも侵入を継続。滑走路が見えた後も高度を修正しなかったのは、滑走路端に着陸するためだった。低すぎることを気に留めなかったのには、そういう理由があったんだね。適切な降下パスを飛行しているかの目安になる、パピは見ていなかったのかしら。機長の証言によると、常にパピを見ていたと証言したそうだ。もし本当に見えていたなら、パピは最も下に逸れている赤4つが点灯していた。4つの赤が見えていたのに、全く気づかなかったとは考えにくいね。以上のことから視界不良により降下パスが下に逸れていたこと、そしてそれを問題だと認識していなかったのが事故の大きな要因となった。機種転換の時、小型機と同じ要領で操縦しないよう教育されていなかったのかしら。訓練記録にはその記録が残っておらず、機長は違いを知らなかった可能性が高い。
そしてもう一つ、機長はブラックホール現象に陥っていた可能性があった。ブラックホール現象。ブラックホール現象は空間式失調の一つだ。これは夜間の着陸時、磁気と滑走路の間に何も明かりなどがない場合に起こる。この場合は視覚的手がかりが少なく、滑走路との位置関係、特に高度に対する位置関係を把握できず、高すぎると錯覚する場合があった。今回は空港周辺には明かりがなく、滑走路の明かりだけが視覚的手がかりだった。ワイパーが作動し、雨粒が打ち付ける窓から見える明かりだけが頼りだったんだね。この状況から考えれば、ブラックホール現象が起こっても不思議じゃないわね。高すぎると勘違いしたため、高度を下げようとしたと考えると辻褄が合うね。そうね、それにさっきの要因も重なったということね。低すぎることに気づいた副操縦士が注意を促したのは、衝突のわずか2秒前だった。悪天候による焦りがあったのか、出発の遅延や深夜の飛行で疲れが溜まっていたのか、はたまた進入に問題ないと判断したのか、機長はわずかに操縦桿を引いただけだった。さらにエンジン出力も増さなかったため、上昇に転じることはできなかった。いずれにしても、中国から上昇するまでの余裕はほとんど残されていなかったのね。これが激突までにコックピットで起こったことの説明だが、別の要因もあった。別の要因？例えば悪天候を認識していながら、無理に侵入を試みたという点だ。そういえば、機長はレーダーに映る雨雲を目にしていたわね。管制官からも、天気に関する情報が何度か与えられていたね。さらに天気が回復するまでの旋回待機や目的地の変更、燃料量の確認といった悪天候への準備が何も行われていなかったことが判明した。これは状況判断が不十分で、準備不足だったと言わざるを得ないわね。空港に着陸すること以外は考えていなかった感じだね。唯一、ゴーアラウンドの手順に関する確認が事故の約30秒前に行われていた。タイミングが遅いような気もするし、それだけじゃ不十分だったわね。それ以外に巡航中、無関係な乗客を操縦室に入れるなどの規律違反も発覚。乗員たちのクルーリソースマネジメントにも問題があったと考えられている。確かに、そう言わざるを得ないかもしれないね。以上のことから、今回の事故は前に乗務していた機体の手順を踏襲したこと。天気や空港の立地が影響し、ブラックホール現象による空間式失調に陥ったこと。パピに従わず降下しすぎたことから、本来の降下パスを下回って飛行。地面が接近し復興の手順も遅れた結果、事故が起こったものと結論付けられた。今回も非常に多くの要因が重なり、事故が起こったということなのね。今回の事故を受け、機種を移行するときには操縦手順の違いを教育すること。非精密侵入でより正確な自動操縦モードを使用するよう、手順を改定すること。侵入ブリーフィングは不測の事態に対応できるよう、実施することなどが勧告された。これがアイレス航空8250便着陸失敗事故の概要だ。ちゃんと着陸するまで油断は厳禁ね。油断というか、今回はそもそも認識に誤りがあった点は否めないからな。しかしゴールが目前でも物事が完了するまで、油断してはならないという点は私たちも教訓にできるだろう。それじゃあ、航空小話のコーナー。今回はある便で起こったちょっとお下品な話を紹介するわ。お下品な。なんとなく嫌な予感がするよ。そういうのが苦手な方はここで視聴を終えるのをおすすめしておくわ。気になる方は引き続きよろしくお願いします。この出来事が起こったのは、アメリカン航空が運航するアメリカのニューヨークからインドのデリーまでのフライトよ。なかなかの長距離路線だぜ。このフライトを利用したある乗客は酔っ払っており、他の乗客とトラブルを起こしてしまったそう。喧嘩がヒートアップすると、その乗客はなんとおしっこを相手めがけて放ったのだそう。はぁ？そのままの意味よ、きっとお酒を飲みすぎて尿意を催していたのでしょうね。うへぇ、ちょっとというかかなり嫌だな。それ？きっついな、結局その乗客はどうなったんだ？デリーに到着後、すぐに警察に逮捕されてしまったそうよ。そりゃそうだよな、まさかかけられた方は濡れた服のまま過ごしたんじゃないだろうな。その点の具体的な記述はなかったわ。ちなみに同じ路線では過去数ヶ月の間に同じ出来事が2件あったそうよ。向こうではよくあることなのかな？いや、さすがにそれはないと思うわ。報道では、逮捕された人たちは裁判で尿検査が必要になるだろうとジョークを飛ばしたそうよ。鋭いナイフのようなジョークだな。お酒は飲んでも飲まれないように心がけないとね。それじゃあ今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。どこまでも青い空飛んで行く。